チームが京都の皆さんにどうしても勝利を届けたいと思います。監督、選手、スタッフ全員が最後まで全力で戦ってくれました。皆様の大きなご声援のおかげで勝利を勝ち取ることができました。本当にありがとうございます。今シーズンは京都サンガは思い描いたような結果を残すことができず、来シーズン J2 への降格が決まりました。応援をいただきました。